先日行われたマインクラフトライブにて、新バイオームであるマングローブの沼地が 1.19 で実装されることが発表されました。今回はモッドで再現されたマングローブの沼地を先行体験してきました。1.19 アップデートが楽しみですね。まずはマングローブですね。他の木とは違い、水の中に根を張って生えているのが特徴です。他の木と同様に様々なブロックに加工でき、オークとアカシアの間を取ったような色をしています。また、地面は泥ブロックで構成されておりシャベルで採取することができます。泥ブロックは精錬することで泥レンガに加工できます。また、土に水をかけることで泥ブロックを作ることができます。新しいブロックを使うとシックで落ち着いた雰囲気の家を作れますね。また、新たなモブであるカエルが追加されます。水の中にはたくさんのオタマジャクシが泳いでますね。また、カエルはバイオームの気温により色が変わります。寒いところでは緑のカエルに、暑いところでは白色に変化します。